敵戦闘機、反転してこちらに向かってきます。さっき戦った時よりスピードが上がっています。やはり前よりも性能が上がっているのか。まずいな、こっちと互角になっちまったぞ。どうしましょう、タクトさん。了解、わかりました。これが終わったらエオニアと黒き月をぶちのめしてやるわ。そうさ、こんな無残なことをする黒き月も、それを利用しているエオニアも絶対に許すもんか。もう一度作戦内容を確認する。了解。あの人たちの戦闘機、見ているだけで悲しくなる。ムカつく奴らだったけど、こうなるとなんだか哀れね。自分の意志を奪われた挙句にエオニアの盾にされるとはね。せめて彼らの魂だけは解放させます。ね、私たちって。そうだ、そしてこんなことをするエオニアを必ず倒すんだ。向こうの戦闘機、すごく強くなってるみたいです。タクトさん、あの人たちを助ける方法はないんですか？向こうの戦闘機、すごく強くなってるみたいです。あの人たちを助ける方法はないんですか？うそ、攻撃が外れた。貫通ファイト、すごい威力だわ。こんな奴らに勝てるの？戦いたくないのに、倒すしかないんですか？ああ、
攻撃を開始します。目標、攻撃を向こうの戦闘機にいればすごく強くなってるみたいです。目標を捕捉した。行ってくるよ、タクト。攻撃を回避、回避に成功しました。攻撃、タクトさん、命中。あの人たちを助ける方法はないか。若いよ、4番機、攻撃を開始する。攻撃に失敗しちゃったもん。やるしかないんだ。しまった、攻撃がかわされたよ。カンフーファイター、了解。4番機、了解。なんとかしてみせるさ。損傷率増加。攻撃成功しました。かなり効いたみたいです。停止。はい、了解しました。しくじった。せっかくのチャンスに、あたしってやつは。しまった、狙いがそれだよ。機体強度さらに低下。機体機能停止。ナノマシン全方位発動。全システム切断。戦闘不能。ハーベスター。機体強度損傷率 90%。 戦闘を続行する。うそ、攻撃が外れた。し、狙いがそれだよ。もう一度行ってくる。システム切断、戦闘不能。タクトさん、あの人たちを助ける方法はないんですか。あ、今のは痛そう。敵さん、ごめんなさい。敵戦闘機全滅しました。なぜだろう、喜ぶ気にもない。むしろ胸がムカムカしてどうにかなりそうだ。タクト、正面が開けたぞ。今ならエオニアの機関が狙える。目標、エオニア機関、クロノブレイクキャノン、撃てバカな、なぜこの私が。なぜだ、なぜだ、ノア。私は導き手となれるのではなかったのか。この手で旧文明の映画をよみがえらせ、人々を理想郷へ。その私がなぜ。敵機関撃沈しました。すごい、あれだけの巨大な船が一撃で。ああ、悪党にふさわしい末路だ。なくしたものを必死に追い求めて
歪んだ理想にとらわれた男の悲劇さ。ですが、その悲劇も幕を閉じました。他の無人艦も動きを止めたようですわ。これで脅威を去りましたのね。よくやってくれた、タクト。これで王国は救われた。それにしてもクロノブレイクキャノンってすごい威力でしたね。私びっくりしちゃいました。でもそれを受けたのも私たちが周りの敵を片付けてあげたからよ。ルフト重傷、ボーナスの査定はよろしくね。こりゃかなわんの。お礼を申し上げるのは私たちの方ですわ。タクトさんのおかげで勝つことができました。本当にありがとうございます、タクトさん。よし、勝利を祝って今日はパーッとやろうじゃないの。外部からの通信です。こちらの通信システムに強力な割り込みがかけられています。人間というものには感心させられた。紋章機のヘイローシステムを使いこなし、私の作った最高傑作をも破ったのだからな。白き月と人間は私が預かり知らぬうちにさらに進歩していたようだ。だがそのおかげで私もまた進化することができた。こいつ何を言ってやがるんだ。なんだか気味が悪いな。人間とはまことに興味深い。それだけの能力が私の作ったインターフェースには簡単に気を許す。人間に見せた人形に疑似人格とノアという名を付けただけだというのには、もっともエオニアが騙されてくれたおかげで私も白き月と再び巡り合うことができたのだから、感謝せねばならない。あの人間はなかなか便利な存在だった。私の言うことをいともたやすく信じ込み、よく働いてくれたよ。私は黒き月。私のことを忘れてはいない。白き月よ、己と対をなす双子星のこと、さあ白き月よ、我らが作られた真の目的を今こそ果たそうぞ。お前と一つになった時、私はさらなる進化を遂げるのだ。
反応急速に増大中。計測器が振り切れそうです。司令、ルフト重傷から通信です。ファクト、これは何事じゃ。急に黒き月の反応が強くなりおった。タクト、見ろ、黒き月の形が。黒き月が変形していく。それだけじゃないわ、白き月もどんどん軌道を外れていってる。白き月と黒き月の間に強力なエネルギー反応があります。互いに引き寄せ合っているんですわ。なんだか知らないけど悪い予感がするよ。シャトーヤン様はご無事でしょうか。マイアズカ、私たちはなんとか無事だ。だがこの先どうなるかは予想がつかぬ。システムが制御不能になっている上に白き月まで奇妙な変形を始めているのだ。マイヤーズ司令、聞こえますか。いいですか、よく聞いてください。黒き月はこの白き月を呼び寄せ融合を果たそうとしているようです。黒き月が白き月を飲み込もうとしているのです。おそらく2つの月が作られた時からこうなるように設計されていたのでしょう。いずれにせよ黒き月からの誘導に白き月は従おうとしています。まるで自らの意志に目覚めたかのように。お互いの持つデータ、兵器生産機能、武装、それらを統合し一つの存在になろうとしているのではないかと思います。もしそうなったら破壊という目的のみに力を振るう恐るべき自動機械が生まれてしまうでしょう。しかしこちらからは黒き月の干渉を止めることはできません。あまりにも黒き月の力が強すぎるのです。ですからマイヤーズ司令、あなた方に何とかこの融合を止めていただきたいのです。黒き月のコアをクロノブレイクキャノンで破壊すれば、あるいは黒き月のコアは大きく開いた中心部にある赤いクリスタルです。それを狙ってください。どうかお願いします、マイヤーズ司令。広告の、いえこの宇宙に生きる全ての命のために。私からも頼む、マイヤーズ、お前に全てを任せる。白き月からの更新途絶えました。タクト、急がねばもう時間がないぞ。承知した、タクト、お前たちも気をつけろよ。